はい、どうも、カード証券大手の山本です。はい、ごめんなさい、先にちょっとお詫びと訂正がありまして、今サービス品ね、出品してるんですけども、すごいね、前にもこれやらかしたんですけど、厚みの問題がね、ありまして、郵送するときに、厚みが1センチを超えてくると結構送料上がっちゃうんですね。だから封筒で送るときって、まあ1個とかのときなんですけど、1個とかのときに1センチ超えてくると送料結構上がっちゃうのが結構ね、負担として結構きつくて、だからそれが9個とかのときにその3センチとかだったら別にそこまでなんですけど、割合じゃなくてもういくらって感じになっちゃうんで、ほぼ送料になっちゃうんですね。その3センチとかにしちゃうと。で、そもそもこの30枚の束っていうのがもう1センチぐらいなんですよ、大体。だからもうそれに、段ボールで挟んで封筒を入れて送るっていうのがね、そもそもできなくて。これは前のプレゼント企画の時にもね、同じ失敗したんですけど、全然、行かせてないっていうね、申し訳ないです。で、ちょっとね、部分的に変更です。まあ、当たりカードの方の変更は一切ないんですけど、まあ、これですね。この中に当たりカードが1枚とか2枚とか入ってるわけなんですけど、それが曲がらないように、保護罪的に、コモン、アンコモン、あと、まあ、トークンとか、ホイールカードとか、まあ、いろんなカードで、こう、挟んで、だいたい約30枚ぐらいの束にしてたんですけど、封筒で送るやつ、個数の時は、ごめんなさい、ここからちょっとそのコモンアンコモンとか、その挟むのに使ってる保護剤的なやつを、10枚引いて20枚の束にします。はい、まあ、ちょっともう今全部30枚でやっちゃってるんで、10枚抜いて、はい、もう一回ちょっとちゃんと、梱包し直します。その分は。ごめんなさい。それで、最初言ってたより、まあ、カード枚数で言うと10枚減っちゃうんですけど、代わりに、ランダムでレアカード足しときます。封筒で行くやつは、1枚セット。で、今ね、もう出てると思うんですけど、ラクマの方、今まで1枚セット、1個セットと5個セットと8個セット、っていうので出してたんですけど、少数の方が結構売れてますんで、追加で1個セット、2個セット、3個セット、5個セット、8個セット。ほんで8個セットの時は1個おまけで9個になります。で、1個セットと2個セットに関しては、30枚の束じゃなくて20枚の束になって、レアがランダムで1枚ずつ1枚入っていきます。で、3個セットになると、3個セットと5個セットか、3個セットと5個セットの場合って、9個、この、束が入る段ボールに入れて送るんですけど、そうするとね、なんか中がスコスコで9個入ってないと。で、なんかすごい動くんで、これではないんですけど、まあ、弱いパックがあるんですよ。前から購入していただいている方だったら分かると思うんですけど、そんなにレアリティ高くないけども、まだたまにちょっとなんかホイールの束入ってたり、あんこの束入ってたりっていうね、する、まあレアも入ってるんですけど、確実に多分レアは1枚は入ってると思うんですけど、まあその束をね、数合わせていきます。まあそこはでもかなり当たりはないと思っておいていただけたら、本当にもう数合わせですね。でその袋にはおまけってマジックで書いておきます。はい。もうそれに関してはもう、ただの、間を詰めるだけ。まあ、一応レアカードは入ってますけど。で、3個セットの場合は、それが6個入ります。5個セットの場合はそれが4個入ります。はい。そんな感じで、ちょっと、すいません。もう購入されてる方もいるんですけど、ちょっとそこだけ微調整させて、ください。ちょっとどうしても送れないっていうのが、送料の問題が非常に大きくて申し訳ないです。はい。まあその分ね、そこそこのレア
もしかしたら入るかもしれないです。もうとりあえず慌ててたんで、近くにある束からレア入れたんで、価格も見ずに、はい、もしかしたら当たり入ってるかもしれない、追加のやつが。はい、まあそんな感じで、そしてですね、さっきもちらっと言いましたけども、基本的に1個セットが一番数的にははけてるんで、8個セットを分解して1個セット2個セット3個セットを新たに出品してますんでね、またちょっと見ていただけたらなと思います。はい、まあそんな感じで、今回ここまでです。販売期間が一応ね、12月31日の、23時59分までになりますんで、まあ、それで余った分どうするかっていうのはまたちょっと、余ってから考えようかな。もしかしたらライブかなんかで開封するか、次のおまけに回すか、もう中身わかんないんで、オリパ的に販売するのがちょっと難しいかなっていうのがあるんで、ものすごい当たりの入ってるおまけになる可能性もある、まあ、できたら全部売れてくれたらいいんですけどね。ライブで開封した時にあのトップレアとか当たっちゃうとね、すごくね気まずいんで、できれば開封したくないおまけでつけたらね、別にどうこうないんですけど、残りも開けるのは、ね、本当にね怖いからね。もうなくなってたらいいんですけど、もうどっかではけてたらいいんですけど、もう完全に全部混ぜちゃってるんで、だから残ってるか残ってないかもわからない状態で、残っちゃうと気まずいまあなので、ね、全部売れていただけるのが一番いいんですけども、はい、まあそんな感じで、さあ今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。